こんにちは、ひろひろです。今日は先日作ったピアニカケースの端切れでコースターを作っていきます。端切れを表生地と内生地2枚ずつ4枚重ねてカットしていきます。12センチの正方形を準備して四角いコースターを作っていきます。生地を中表に重ねて返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。角をカットしておきます。縫い目を切らないように注意してください。返し口からひっくり返していきます。ひっくり返したら返し口を少し内側に折り込んで周りをぐるっと一周縫っていきます。丸いコースターも作っていきます。返し口を開けてぐるっと一周縫ってひっくり返してさらにぐるっと一周縫っていきます。端切れを使って簡単にできるのでよかったら作ってみてください。